感染は急拡大しております。そしてそういう中で、病床の確保と、そして社会活動を止めないという2つの命題がありますが、それらを可能とできるように、明日政府の方でまん延防止の重点措置の内容などですね、対策本部が開かれるわけでありますが、それらも睨みながら都としてまた3県として、1都3県として連携して、対策を決めていきたい調整中です。